ロット、すごいやつだよお前は。あの魔人ブーは俺にはとてもかなう相手じゃなかった。あいつと戦えるのはお前だけだ。カカロット、お前に初めて出会ったのは、俺が辺境の星々を征服し地球に立ち寄った時だ。現れたな。わざわざ何しに来やがったカカロット。まさかこの俺を倒すためなんてくだらんジョークを言いに来たんじゃないだろうな。になれる可能性があるのはこの俺だけだ。下級戦士のカカロットが伝説のスーパーサイヤ人になどなれるわけがない。サイヤ人の戦闘レベルも明らかに超えている。で、伝説は本当だったのか。あいつは本当にスーパーサイヤ人なのか。自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。俺は喜びに打ち震えたぜ。やっとカカロットを超え、サイヤ人の王子に戻る時が来たんだ。ついにお前を超えることはできなかった。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守りたいものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするために、楽しみのために、敵を殺すために、そしてプライドのために戦ってきた。だがあいつは違う。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために限界を極め続け戦うんだ。だから相手の命を絶つことにこだわりはしない。あいつはついにこの俺を殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのが分かっていたかのように。頭に来るぜ。戦いが大好きで優しいサイヤ人なんてよ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。